欧米の方ととと付き合っってみたいと思ったい思ことありますかもし付き合った時にどういうことがなんか問題とかになりそうだと思いますか2人の間で。リリジアスな宗教が結構強めの女性とは付き合えないと思います自分。いや Hey guys, hi there. I'm Takashi from Japan. So today I'm going to interview Japanese guys. What worries Japanese guys about dating Western girls? Okay, let's find out today. On my channel, I interview Japanese people in foreigners in Japan. It's the best channel for anyone who want to come to Japan without traveling or living. You can also learn Japanese. here. So if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And on my Instagram, I show my daily life in Tokyo. The to shape of mention about Japan. So if you haven't followed yet, please follow it too. Okay, let's get started. 付き合うとなった時に、はい、あ、付き合ってみたいと思いますか?。思います。めちゃくちゃ思います。思いますか。付き合ってみたいと思います。ね。どういう理由で?。え、なんだろうな。まずな、圧倒的に美しいじゃないですか?。それが好きですかね、まずは。うん。感性が違うじゃないですか、全然。多分。うん。確かにで、で、僕付き合ったことがなくて、ないんで、わかんないんですけど、うん。あの、付き合うとなった時に。あの、実際、どういう部分が、あの、問題になると思いますか?。な、日本で。 付き合って日本に住んでるのか海外で住んでるのかも違うと思うんですけどじゃあ日本ですね日本で住んでたらですか、はい、えどうだろういや,いや怖いのは宗教とかじゃないですか<ー>そっち系じゃないですかだか踏み込めないというかなるほどリリジアスな宗教が結構強めの女性とは付き合えないと思います自分。なんとかなる気はしますただ難しいそうです難しいかなと思いますねなるほどなるほど周りの友達とかであの欧米の女性と付き合ってる方いますか 欧米はなかなかいないですけど、ブラジルとかそっち系のなるほどいたりします。なるほどなるほど。まあ欧米の方付き合ってみたいとかとかって思ったことありますか？もうそれはありますん、ね。ありますか？はい。ありますね。ありますか？周りから見たら羨ましがられるんじゃないかなって思いますね。ああ自分が欧米の女性と付き合ったらに周りの日本人の方から羨ましがられるかもしれない。 なんか勝手なイメージ外国人の人って綺麗な人多いなっていうイメージがあるんでもし付き合った時にどういうことがなんか問題とかになりそうだと思いますか2人の間で家の過ごし方って感じ例えばアメリカだったら靴脱がないとかまあ結構物もなんていうんですか雑に扱いそうな勝手なイメージあるんでちょっと気になる細かなとこ 気にななるかもしれないですね、うん、欧米の方と付き合ってみたいと思ったことありますかいやあんま思わないですねないですかはいどうして、まあ、自分が英語そもそも喋れないっていうのとあとやっぱ食文化とかも違ったりしてくるしなんかいろんな価値観のズレとかあったら困るかなと思ってなるほどなるほど,ど <laughs> ごめんなさいああ大丈夫ですけどあの食,食文化、はい、とかで特になんかあのもしよければどういう部分で聞いても大丈夫ですか 例えばアメリカだと全部のものがでっかいイメージがあるんでやっぱ日本人の食の大きさとやっぱ向こうの人が考える食の大きさとかの違いとか出てきちゃったりあと向こうはベジタリアンあビーガンだったりとかで自分が肉だ好きだったとしても向こうは食べなかったりとか確かにそういう人はやっぱり付き合うのはやっぱり難しいだから周りに周りの友達日本人の友達で欧米の女性と付き合ってる方いますかいやいいな,いで,すいないですか ってみたいとかと思ったことありますか。思ったことあります。思ったことあります。ます付き合いたいですけど、ちょっと怖くてまだ手が出せません。<laughs> どうしてですか。綺麗綺麗じゃないですか。うん、欧米の女性って、うん、で自己主張もはっきりしていて、うん、なんていうんですかセルフコンフィデンスみたいなのがしっかりしてるんで、こっちもちゃんとしっかりしていないと対等にこう話ができないような気持ちにはなってしまって、なるほど。いるかもしれません。日本人の男性は多分、うん、その。 主張が強い女性とかはっきりしてる人がまあ苦手ですもんね日本人はそういう方がそうかもしれないですもんあもし付き合うとなった場合どういう部分があの問題になったりすると思いますかえっと生活スタイルとかリズムとかが僕らの想定と違うかもしれないなとは思いますね。朝起きて まずパンを絶対食べるとか,、うん、から僕らはほら納豆を食うとか, <laughs> なんかそういうなんか小さい細かいことであの覚悟は必要かもしれないですね。確かに 特にに一緒に住むってなると多分余計そういううのがそ,うそうですね、はいまあ。例えば毎日セックスをしなきゃいけないとか,<ー>か逆に全然そうじゃないのかとか。 for over 100 years this month's theme is valentine's bliss with the osaka prefectural government sakurako brings you the balance of sweet and savory treats and tea this month i got this beautiful soup bowl this is ogura Pie, filled with slightly sweet red bean paste it's perfect as an afternoon snack this is strawberry dorayaki fluffy pancake like patties is made of Egg. And Tokyo Treat is packed with latest seasonal sweets in contrast to Sakurako, which represents traditional Japanese culture. You can feel a modern life in Japan with Tokyo Treat. This month theme is My Snacking Valentine. With the tastiest snacks in the box, you can feel Japanese Valentine culture. This is Kinako Stick, it's a traditional Japanese sweet known for its cherry texture and nutty flavor. This is Super Mucho Sour Plum Chips. Ume Plum is popular in Japan for its.

結構そう思思っっててまますすどうしてそう思ってますかなんか理由とかあったりしますかいや自分が外国人の方かっこいいと思うから男性がね外国人男性の方かっこいいと思うからですからああだから欧米の女性はわざわざ日本人じゃなくてその欧米の例えば白人とか黒人のかっこいいがたいのいい外国人を好むからってことですね。そうですねなるもしもし付き合う付き合えるってなった場合不安だったりとかなんか心配だなっていう時はあったりしますか 言語以外ですか言語以外言語以外体の相性体の相性友達で欧米とかの女性と付き合ってる方いますかいますねいますかはいはいえっとその方たちはどこで出会われたとかって聞いてもネットネットネットでアプリとかそういう欧米の女性と付き合ってみたいと思ったことありますかか金髪の女性と見るたびに少しし嬉いいってうか っっていう気持ちはあったんで、まあ、付き合っっててみたいって気持ちはありますねでもなんか関わったことないというかっていうのでもなんか興味はすごくありますありますどういう感じなのかなっていうのはありますまあ欧米女性と付き合った時にどういうことが問題になりと思いますかもし付き合ったのに宗教のあれとかはあるかなって思いますけど宗教結構厳格な方付き合ったり結婚したりできると自分は思いますか 自分はまあそうですすねね、まあ、実際そうです、ね、難もんかこうなんつうの見た目の違いとかっていうのはあんま言われたくないもし付き合ったりとかした時、うん、そういう考えをなんかしてる人がどんどんなくなっていけばいいなって思ってるんでなんかそうおばあちゃんとかにいろいろこうまあなんか差別の話だとか聞いたことがあるんで、うん、まあなそういう何か良くないことをな,んかなくしていきたいなっていうのちっちゃいところから考えてました。 Okay, thank you for watching so far. How was it? That was interesting. I'm also planning to interview Japanese girls about Western guys. So when I upload it, please check it out. Okay, anyway, thank you for watching. If you like this video, click like a button. Please subscribe to my channel. And if you have any question you want me to ask people in Japan, please leave a comment too. See you next time.